ゴールデンゲートフィールズ競馬場は、アメリカ合衆国カリフォルニア州バークレーにある、サラブレット競馬の競馬場。同州オールバニとバークレーにまたがる地点に存在し、サンフランシスコ湾の海岸線に隣接している。2008年に、ベイメドーズ競馬場が閉鎖されて以降、北カリフォルニア最大の主要競馬場になった。2021年現在は1、ST の所有下にある。 ゴールデンゲートフィールドでのレース前の馬と、騎手ゴールデンゲートフィールズ競馬場は、オールバニの沿海部に位置する、フレミングポイントという岬の根元に位置した土地にある。岬には、オールバニ市の未開発の地形が含まれており、北部で、オールバニバルブ、オールバニビーチ、オールバニ高原などと隣接している。東には、週間高速道路80号線が通り、南には、 バークレー草原がある。もともとは三本の小川が流れ込む湿地帯であった。この地域における競馬の始まりは、現在のゴールデンゲートフィールズより南に約2マイルにあるエメリービルに存在したオークランドトロッティング競馬場に遡る。オークランドトロッティング競馬場は1871年の会場で1911年に、 カリフォルニア州が競馬を禁止した時に閉鎖を余儀なくされた。さらに1915年の火災によりその構造物も消失している。カリフォルニア州で競馬が解禁されたのは後の1933年のことであった。ゴールデンゲートフィールズは1941年2月1日に開場した競馬場でフレミングポイントの東斜面に 新しいグランドスタンドを建設し、隣接する湿地帯が埋め立てられて、走路として利用された。第二次世界大戦の開始とともに、米国海軍は太平洋で使用される予定の何百もの上陸用集艇を保管するための施設として、競馬場を接収した。戦後、ゴールデンゲートフィールズは返還されて、競馬を再開した。ゴールデンゲートフィールズは、 サンフランシスコの外国車輸入業者研究手であったジェル、クベルによって25年間所有、管理されていた。1989年、ゴールデンエイトフィールズは英国を拠点とする、ラッドブロークスレーシングに買収され、その後1999年にマグナエンターテインメントに買収された。2009年3月にマグナエンターテインメントが破産を申請すると、 現在の所有者である 1ST は2011年7月3日にゴールデンゲートフィールズを買収した。1950年にサイテーションとヌーアが対決したゴールデンゲートハンディキャップが行われたのもこの競馬場であった。1957年同競馬場のスターとなるシルキー・サリバンがデビュー、没後の1977年には同競馬場内に埋葬された。 後の2006年にも同じく、スターホースのロスト・イン・ザ・フォグが没すると、シルキー・サリバンの隣に埋葬された。1972年2月22日には、芝内回りコースがオープンした。1974年に、カリフォルニア・ダービーデーが初開催される。これは、北カリフォルニアにおける最初の200万ドル級イベントであった。2007年、 カリフォルニア競馬委員会は、州内の競馬場に対して、ダートコースをオールウェザー素材に転換するように指示を行い、これに対してゴールデンゲートフィールズでは、タッペタフッティングスの素材を採用、転換を行った。2008年2月1日に、ラッセル・ベーズが1万勝目を挙げたのも、ゴールデンゲート・フィールズであった。ベーズは、同競馬場で54のタイトルを獲得、また、 合計5765のレースに勝利していた。2017年の芝でのレーストラックは140エーカーの敷地にあり、現在1マイルのオールウェザートラックと910マイルの芝コース1420等分の旧車約8000人を収容できるメインスタンドがある。オールウェザートラックは2007年の夏に建設され、マイケル・ディッキンソン社のタペタ素材が使用されている。 また、約5200人が収容できるクラブハウス、約1500人が利用可能なターフクラブ、8500台以上を駐車可能なの駐車場が用意されている。ありがとうございます。